ジョア・オマリは J リーグの FC 東京に所属するプロサッカー選手。レバノン代表。ポジションは DF。NFC ロートバイベルリンというベルリンの地元クラブでプレーを始め、数年後にフクスベルリン・ライニッケンドルフのユースチームに移籍。2006から7年シーズン中に当時ドイツ・ゴブリーグに所属していたトップチームに昇格した。2008から09シーズン。 兄と共に、ブランデンブルク州の州都ポツダムを本拠地とする SV、バベルスベルクに移籍。2011年5月、ドイツ中央部のチューリンゲン州、エアフルトを本拠地とする FC ロートバイスエアフルトと2年契約を結んだ。2013年夏、ブンデスリーガ2部の FSV フランクフルトに移籍。2015-16シーズン冬の移籍ウィンドウで、トルコのスイバススポールに移籍。 同シーズンのスイバススポルは、下位で苦しんでおり、スユペルリグ16位となり2部リーグに当たる TFF1 リグへの降格を経験する。2016から17シーズンは、スユペルリグ昇格に向けて、TFF1 リグで首位を走る、チーム状況であったが、シーズン半ばの移籍期間に、アラブ首長国連邦の競合からオファーを受ける。2017年1月、UAE アラビアン・ガルフリーグで戦うアルナスル SC に2年半契約で加入。2018年8月2日、同年12月31日までの期限付き遺跡でサガントスへ加入することが発表された。10月20日、J1 リーグ第30節ベガルタ仙台戦で遺跡後初得点となるヘディングシュートを決めた。期限付き期間が満了となり、2019年よりアルナスルに復帰したが、 同年7月23日にビッセル神戸に完全移籍で加入することを発表。10月19日、FC 東京戦にて加入後初ゴールを決めた。2020年1月10日、FC 東京へ完全移籍。オマリはドイツの首都であるベルリンで生まれ育ったが、両親が共にレバノン人のため、レバノン代表でのプレーを選んだ。2013年9月7日、 シリア代表との親善試合でレバノン代表初出場。2015年11月12日のラオス代表戦でミドルシュートから代表初ゴールを決めた。2018年12月、レバノンにとって5大会ぶり2度目の大会出場となる AFC アジアカップ2019参加メンバーに選出された。グループステージ前3試合でフル出場したがチームはグループ3位となり、 グループステージ敗退となった。ありがとうございます。